死に絶えたロンドン。砲兵と別れた後、私は丘を下ってハイストリートに沿って進み、フラムへとかかる橋を渡った。当時はあの赤い草がひどく茂っていて、ほとんど橋を塞がんばかりだった。しかしその養状態は疫病によってすでにところどころ発火していた。疫病はゆっくりと着実に赤い草を蝕ばんでいた。 パトニーブリーチ駅へと続く線路の曲がり角のところで私は一人の男が倒れているのを見つけたあの黒い治療を浴びたらしく真っ黒で生きてはいたが力なく無言で意識は朦朧としていたどうすればいいか思いつかない自分を呪って怒りを向けることのほかには私には彼のためにできることはなかった彼の顔に浮かぶ残忍な表情がなければ そこにとどまるべきだと私は考えたはずだ。橋から先の街道沿いには黒い塵が積もり、フラムに近づくに従ってそれは次第に熱くなっていった。通りは恐ろしく静かだった。そこにあった一軒のパン屋で私は食べ物、酸っぱく硬くカビ臭かったが食べることは十分にできた、を手に入れた。 ウォラムグリーンに向かう途中に通った通りには粉はなく、私は燃え続ける白いテラスのある家の前を通り過ぎた。炎の音がひどく私を安心させた。プロンプトンに向かって進むうちに通りは再び静かになっていった。ここでも再び私は通りや死体の上に積もった黒い粉に出くわした。 死体の数はフラムロードに沿って全部で一ダースほどだろうか。死んでから何日も経っていたので、私は足早に死体のそばを通り過ぎた。死体は黒い粉に覆われて、その輪郭ははっきりしない。死体のいくつかは犬に荒らされていた。黒い粉がないところは、まるで日曜日のロンドン中心街のようで、実に奇妙だった。店は閉まり、 建物の扉を閉じてて鎧戸が下ろされている。人気がなく静かだった。いくつかの場所では略奪が行われたようだが食料品店と酒屋を除くとそうした形跡はほとんどなかったある場所では宝飾品店の窓が破られていたが明らかに泥棒は動転していたらしくたくさんの金鎖と腕時計が歩道に散らばっていた。 私はわざわざそれに触れようとも思わなかった先に進むと戸口のところにボロボロの服の女性が力なくうずくまっていた膝の辺りにまで下がったその手には長く深い切り傷があって錆びの浮いたような茶色の服を血が汚している割れたシャンパンの黄瓶が歩道に水たまりを作っていた彼女は眠っているかのように見えたが実際は死んでいた 私はさらにロンドンの中心へと進んでいった。辺りはますます静かになっていく。しかしそれは死の静寂だけによるものではなかった。それは不安と予感に満ちた静寂だった。ロンドンの北西の境を焼き払い、イーリングとキルバーンを壊滅させた破壊の主が、この地の家々を打ち壊して煙を上げる廃墟に変えるかもしれないのだ。 そこは死刑を宣告され見捨てられた町だったサウスケンジントンの通りには死体も黒い粉もなかった私が初めてあの遠吠えを聞いたのはサウスケンジントンの近くでのことだった気が付くとそれは私の五感に絡みついていたすすり泣くような二つの響きの繰り返しだ「うどうどうう うん、それが果てしなく続く私が北へ走る通りを渡った時には音は大きくなったが家々と建物に遮られたようで再び聞こえなくなったエキシビジョンロードに出ると音は最高潮に達した私は足を止めるとケンジントン公園の方に目を凝らしてこの遠くから聞こえる奇妙なすすり泣きをいぶかしんだ まるで広大な不毛の土地に立つ家々が恐怖と孤独を訴えるための声を手に入れたかのようだった人間離れした響きはうめき続けた巨大な音の波が両側に高い建物の立つ日の差した幅のある街道を広がっていく私は驚きながらも北へ進路を変えて ハイドパークの鉄の門扉へと向かっていた。ロンドン自然史博物館へと侵入して、塔のてっぺんに上がれば公園全体を見渡せるのではないかと思ったのだ。しかし途中で私は地上に留まることに決めた。地上にいれば素早く身を隠すことも可能だ。そこで私はエキシビションロードへと進んでいった。道の両側に立つ大きな屋敷は、 無人でひっそりとしていて、私の足音がその家々にこだました。公園の門の近くの突端で、私は奇妙な光景に出くわした。ひっくり返ったバスとついばまれてきれいになった馬の骨があったのだ。しばらくそれに思いをめぐらせた後、私はサーペンタイン池にかかる橋に向かって進んだ。あの声はますます大きくなっていったが、 公園の北側に連なる屋根の向こうには何もなく、ただ北西へと流れる煙のもやだけが見えた。うどー、うどー、うどー、うどー。声が叫ぶ。どうやらリージェンツ・パークのあたりの地区から聞こえるようだ。寂しげな叫びが私の心に訴えかける。その雰囲気が私の足を止めさせた。すすり泣きが私を捉える。 自分がひどく疲れていて足は痛み、再び空腹と喉の渇きが訪れていることに私は気づいた。すでに時間は正午を過ぎていた。なぜ私は一人でこの死者の街をさまよっているのだろう。なぜロンドン全体が倒れ伏し黒い埋葬布の下にあるときに私は一人なのだろう。耐え難い孤独を感じた。 何年も忘れていた古い友人のことが頭をよぎる薬局にある毒薬や酒屋にある強い酒のことを私は考えた私は絶望してあの二人の無気力な者たちを思い出した私の知る限りでは彼らは私と共にこの都市で暮らしていたのだマーブルアーチからオックスフォードストリートに踏み込んだがここにも 黒い粉といくつかの死体がありさらに一部の家の地下室の明かり取りからは不吉な悪臭が立ち上っていた長いこと歩いてきたので暑くてひどく喉が渇いていたひどく苦労して何とか私は一軒の酒場に入り込み食べ物と飲み物を手に入れた食事が終わると疲れが来て私はバーの背後の接客室に行くと そこにあった黒いバス折りのソファーで眠った。目覚めた時にはまだあの陰気な遠吠えが聞こえていた。うばうばうばうう時間は夕暮れ時で、バーでいくらかのビスケットとチーズ、保存されていた肉もあったがうじ虫だらけになっていた、を見つけ出した後、私は静まり返った住宅街を、 ベイカーストリートへ向かって彷徨い歩き、覚えているのはポートマンスクエアだけだ。最後にリージェンツパークに出た。ベイカーストリートの端から踏み出すや否や、遠くの木々の向こうの晴れ渡った夕日の中に、あの火星の巨人の風土が見えた。そいつがこの遠吠えを続けているのだ。恐ろしくはなかった。 まるで当然のように私はそいつに近づいていったしばらくの間私はそいつを見守ったが動く様子はない立ったまま大声で叫んでいるようだがその理由は私には見つけられなかった私は行動の計画を立てようと試みた果てしなく続く「うど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 」という音が私の頭を混乱させる おそらくあまりに疲れていたために私は強い恐怖を感じなかったのだろう恐れるよりもこの単調な叫びの理由を知りたいという好奇心の方が間違いなく勝っていた私は公園から引き返してパークロードへ出た公園を回り込もうと思ったのだテラスの陰に沿って進みセントジョンズウッドの方向から この動かずに叫んでいる火星人の姿を捉える。ベイカーストリートを離れて数百ヤードほどのところで甲高い鳴き声が一斉に上がるのが聞こえた。半分腐った赤い肉のかけらをくわえた犬が私に向かってくるのがまず見え次にそれを追う飢えた雑種犬の群れが見えた。最初の一頭は私を避けるように大きくこう書いて走った。まるで、 私が新しい競争相手として名乗りを上げるのを恐れているかのようだ。甲高い鳴き声が通り過ぎて道が静かになると、あの、うどうううというすすり鳴きの音が再び大きく響いた。セント・ジョンズ・ウッド駅へと向かう途中で、壊れたハンドリングマシンと出くわした。最初、 私は道の真ん中に家が崩れ落ちているのだと思った廃墟によじ登ってその姿を見た私は息をのんだこの機械仕掛けのサムソンはその触手を曲げ打ちのめされねじれたようになって自らが作り出した廃墟の真ん中に倒れていた体の前の部分は砕け散っていたまるでやみくもに建物に突進して 崩れてきた壁に埋もれたかのように見える次に私が思ったのはこれは乗り込んだ火星人の操縦をハンドリングマシンが失った結果だろうということだそれを確認するために廃墟をよじ登ることはできなかったし黄昏が迫っていたためにマシンのシートを汚す血も犬に噛み切られた火星人の軟骨の残りも私には見えなかった 自分が目にしたあらゆるものについてさらに考えをめぐらせながら私はプリムローズヒルに向かって進んでいった遠く木々の隙間を通して二番目の火星人が見えた最初のものと同じく動きはなくロンドン動物園の方を向いて公園の中に立ったまま沈黙している破壊されたハンドリングマシンの周囲の廃墟の少し向こうには 再びあの赤い草が見えさらにリーゼンツ運河と赤黒い植物のスポンジ状の塊が目に映った橋を渡っている間にあの「うど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 という音はやんだまるで唐突に切り落とされたかのようだった雷鳴の跡のような静寂が訪れる周囲にはくすんだ色の家々が立ち並んでいた 弱々しく背が高く頼り投げに見えた公園に向かって立つ木々が黒くなっていたそこら中であの赤い草が廃墟に這い上り薄暗い中で上に伸びようとねじくれている恐怖と神秘の母たる夜が近づいていたあの声が聞こえている間は孤独と寂しさにも耐えられた声のおかげでロンドンがまだ生きているように思え 近くに生命の気配があることが私を安心させてくれていたのだ。それが唐突に変わり何かが消滅し、それが何なのかはわからない。静けさが感じられた。荒涼とした静寂の他には何もなかった。周囲のロンドンが亡霊のように私を行視していた。白い家々の窓は、 まるで頭蓋骨の眼下のようだ。物音を立てずに動き回るたくさんの敵を私の想像力が周囲に見つけ出した。恐怖が私を捉え、向こう見ずな行動が恐ろしくなる。目の前ではまるでタールを塗ったように道が真っ黒に変わり、進む先には横たわって歪んだ形の何かが見えた。私は進むことができなくなっていた。 セント・ジョーンズ・ウッド・ロードへと進路を変えるとこの耐え難い静けさから大急ぎで逃げ出してキルバーンへと向かった私は深夜遅くを過ぎるまでハーロー・ロードにある辻馬車の魚車の住処に身を隠して夜と静けさをやり過ごしたしかし夜明け前になると勇気を取り戻しまだ空に星が瞬いているうちに 私はもう一度リージェンツ・パークへと取って返した通りでは道に迷ったがやがて長い大通りへ出て早朝の薄暗がりの中プリムローズヒルの曲がり角へとたどり着いた丘の頂上には消えていく星に届かんばかりにそびえ立った第三の火星人がいて他の者と同じように立ったまま静止していた正気とは思われない決心が私に宿った 死んで終わりになるかもしれない。それでも自殺の手間は省けるだろう。私は無謀にもこの巨人に向かって前進していった。近づいて明るくなっていくに従って、無数の黒い鳥がフードの周りに群れ飛び回っているのが見えた。それを見て心臓が跳ね上がる。私は道に沿って走り出した。 エドモンドテラスを詰まらせている赤い草をかき分けて私は急ぎ胸まで水に浸かって上水道からアルバートロードへ向かって下る水の流れを渡った太陽が昇る前に芝生の上に出た丘の頂上の周囲には大きな灯りができていてそれが巨大な砦となっているそこは火星人たちが作り出した 最後にして最大の場所だった。このどもりの背後からは細い煙が空に立ち上っていた。脳裏をよぎった思いつきが次第に現実味を帯び確かなものとなっていく。恐怖は感じなかった。ただ体を震わせるような激しい喜びだけがあり私は動かない怪物に向かってお顔を駆け上がっていった。 風土の外にひょろ長い茶色の残骸が垂れ下がり、腹をすかせた鳥たちがそれをついばみ、引き裂いていた。次の瞬間には、私は土の城壁をよじ登って、その頂上に立っていた。鳥出の内部が足元に広がる。広大な空間があり、そのあちらこちらに巨大なマシンがある。資材の大きな山や、奇妙な住居もあった。 周囲に散らばるのは横転したやつらの戦闘マシンや今では固まったようになったハンドリングマシンで一ースほどのそれは硬直し沈黙して列をなして倒れていた火星人は死んだのだ腐敗や病をもたらす細菌による殺戮に対してやつらのシステムは備えがなかったのである。 あの赤い草が殺されていくのと同じ殺戮。人間の全ての手段が失敗した後、神がこの地に置かれた最もつつましやかなものによってもたらされた殺戮である。恐怖と災悪によって思考停止に陥っていなければ、私も多くの人々も予見できていたであろうことが今起きたのだ。世の始まり以来、こうした病原菌は多くの人間の命を奪ってきた。 この地で生命が生まれて以来人類に至るまでの祖先の多くの命を奪ってきたのだ。しかしこの私たちの主に対する自然選択の恩恵によって私たちは抵抗力を発達させたのである。戦わずして細菌に敗北することはないし多くの私たちの生態組織は完全な免疫を手に入れているのだ。しかし火星には細菌がおらず 侵略者は直に到着し、直に飲食を行い、我らが極小の同盟者は、奴らを打倒するための仕事を開始したのだ。私が奴らを観察している時には、すでに奴らは取り返しのつかない運命のもとにあり、あちらこちらへと動き回っている時でさえ死に腐りつつあった。これは避けがたいものだったのだ。膨大な数の犠牲者を出して、人類は地球に住む権利を得ており、 いかなる来訪者があろうと地球は人類のものだった。火星人がその十倍強大であったとしても依然地球は人類のものなのだ。人類が生きていようと無駄死にしていようとそれは変わらなかった。奴らはあちらこちらに散らばっていたが全て合わせて五十体近くいただろうか。自らの作った大きく深い穴の中で 奴らにとってどのような死よりも不可解に思えたであろう死によって火星人は打ち倒されていた。その時には私にとってもこの死は不可解なものだった。私にわかるのは人間にとってとてつもない脅威だったこの生き物たちが死んだということだけだった。しばらくの間私はセンナケリブの破壊が繰り返されたのだと信じた。神が後悔して 死の天使が夜のうちに奴らを殺したと信じたのだ。私は穴の中を行視しながら立っていた。心は明るく晴れていき、そうしている間にも昇る太陽が世界を照らして、その光線が私の周囲を燃え立たせていった。穴はまだ暗いままだ。巨大な器官、強大で目を見張る力と複雑さ。 地球のものとはかけ離れた入り組んだ形態のそれが、光に伸びる影の中から、神秘的にぼんやりとその奇妙な姿を表す。たくさんの犬が、私の眼下の遠く、穴の奥深くの暗闇に横たわる死体をめぐって争っているのが聞こえた。穴の向こうの遠い側のヘリに、平べったくて大きな奇妙なもの、巨大な飛行マシンが横たわっていた。 腐敗と死に捕らえられた時に奴らは地球の濃い大気でそれを試験していたのだろう。死は一日もかからずに訪れたのだ。頭上のカラスの鳴き声に私はもはや戦うことは永遠にないであろう巨大な戦闘マシンを見上げ、ひっくり返った席の上からズタズタになった赤い肉片がプリムローズヒルの頂上に滴り落ちているのを見た。 私は振り返って丘の斜面を見下ろした。そこには鳥の群れの中で光を背に、昨夜私が目にした二体の火星人が死に打ちまかされた時と同じ姿勢のまま立っていた。一体は仲間に向かって叫び声を上げながら死んだのだ。おそらくそいつが最後に死んだ奴で、装置の動力が尽きるまでその声はずっと続いていたのだ。 今や無害に変わったそそり立つきらめく金属のトライポッドは昇る太陽の明かりに輝いていた。穴の周囲には奇跡的にとめどない破壊から逃れた巨大な母なる都市が広がっていた。陰鬱な煙のローブで覆われたロンドンしか目にしたことのないものには静かな雑然とした家並みの飾らない鮮やかさと美しさは想像もつかないだろう。 東の方、アルバートテラスの黒ずんだ廃墟と教会の引き裂かれた戦闘の上では、晴れ渡った空に太陽がまばゆく輝き、広大で雑然と並ぶ屋根があちらこちらで日光を捉えて白く眩しく輝いている。北の方はキルバーンとハムステッドで、青みがかった家々が群れるように立っている。西の方の大都市は霞んで見えない。 火星人の向こうの南の方では、リージェンツパークのこんもりとした緑の木々、ランガムホテル、アルバートホールの丸屋根、帝国教会、ブロンプトンロードの巨大な邸宅が、日の出の中ではっきりとした姿を小さく表し、国会議事堂の崩れ落ちた廃墟が、もやの向こうに浮かび上がっている。遠くの方には、サリーの丘陵地帯が青みがかって見え、 クリスタルパレスの塔が2本の銀の尺のように輝いているセントポール教会の丸屋根は日の出を背後にして暗く傷ついていたそこで初めて気が付いたのだが西側に大きな穴ができていたのであるこうした広がる家々や工場教会を眺めている間も辺りは静かで人の気配はなかった多くの希望と努力 このの人間のを築くたために働いた数えきれないほどたくさんの人々それらすべてを脅かした迅速で無慈悲な破壊について私は思いを巡らせた気が付いた時には影は退いていた通りにはいまだ人々が生き残っていてこの愛おしい広大な死の都市はもう一度生き返って力に満ちたものになるのだろうと気が付き 私は泣き出したいような感情の波に襲われた。苦難は終わったのだ。その日のうちにも回復が始まるだろう。生き残った人々は国中に散らばっていた。指導者を失い、法も食べ物もなく、牧羊犬を失った羊の群れのようになって、海を渡って逃げた大勢の人々も帰還を始めるだろう。 生命の鼓動はどんどん強くなっていき、再び人のいない通りを脈打たせて、うつろな広場へと人を注ぎ込むだろう。いかなる破壊が行われようと、破壊者の手は食い止められたのだ。火の差す丘の芝生の中で、ひどく陰気に目立つ荒涼とした残骸や、黒焦げになった家々の骨組みも、やがて再建の土音をこだまさせ、小手で塗られる音が響くことだろう。 そう考えながら、私は手を空に向かって伸ばし、神への感謝を捧げた。一年も経てば、私は思った。一年も経てば、自分自身のこと、妻のこと、永遠に終わってしまった希望と優しい助け合いのある過去の生活への思いが圧倒的な迫力で到来した。 不思議猫招き堂